ロシャン。今日はトロシャンのシャンプーです。ね、もう家にだいぶ慣れてきたからシャンプーしようと思います。あとマロちゃんの嘔吐物に突っ込んで体がね、あのベチャベチャになったので、ね、そう、もうこれは入れるしかないなと。ね。ご飯の匂いがする猫になってしまった。そう。マロちゃんの嘔吐物を死守してめちゃ怒るっていうね地獄絵図みたいになってたからねもう今日はお風呂に入れます。もともとね入れる気だったんですけどね。ここに閉じ込められたやつみんなそういうの。トロシャン頑張ろうね。体が小さいからそのまま落ち込んでも全然濡れそうだな。おお、ダメダメダメ。怒ってる怒ってる。大丈夫、怖いことはない。怖いことはないよ。うえい。暴れるね。生まれて初めてだこのタイプ。頑張れ。怒らないで。怒るタイプ。怖くないよ。ほらほら。声がでかいね。ものすごい虐待なんだよ。もはや虐待。いい匂いになるよ。やだね。やだね。怖い。怖い。怖いやんと怖い。やってあげるからね、トロちゃん。トロトロなのね、トロちゃん。尻尾が丸くて丸くて。もういいよ、トロ。危ない。頭とか大丈夫？頭今からやる。あ、逃げた。よいしょ。あったかいでしょ、トロちゃん。ほら。あったかいじゃん、やっぱ。わっ。わっ。わっ。怖かったわ。あんな怒鳴られて。トロさんまだ毛がさ、ケッパケッパだからさ、うん、すぐ乾きそうだね。そうだね。うん。極力ドライヤーはなしで行きたいところですね。ね、トロさん。うん。こうやって最初からそうだったけど、こうやってギュってされるのが好きだから、こうやって丸められて。なるのは落ち着くと思う。よし、トロさんちょっと一回やるよっか。おー、ある程度乾いとらんもん。まあ、でも暖かい時期に洗えてよかったわ。うんうん。ね、トロちゃん体あったか、こいつ。そう、ポカポカだよね。ポカポカだから、濡れとるかどうか全然わかんないけど乾くのが早い。あっという間に乾くね。もうほとんど乾いてる、マジで。ほんと、うん、さすが子猫だね。素晴らしい。うん、よし、もういいかなと。もういい？うん、いいと思う。あ、終わったって。よかったね。
ねん、トロシャン。出る。ほら。お疲れって、ちょうじゃん。お疲れって。頑張ったよ。頑張ったよ。ちょしゃん笑わないよ。手作りしてあげてよ。おーい。手作りしてあげて、ちょしゃん。モルちゃん、毛づくろいしたって。ん、なんか匂いする。え、トロ下、モルちゃん下におるよ、トロさん。ちょっと毛づくろいしたって。あれ、ここにね、おるよ。現れたよ、モルちゃん。誰も毛づくろいしてくれん。